魚焼きグリルにこびりついた油汚れを落としていきます。ここのポッチとあと同じように奥にもポッチがあるんですよね。ここその2つを押して上に上げると簡単に取れます。それでは汚れ具合をお見せしますね。ゴムパッキンは取ってしまいましょうか。ここまでひどくないですね。前回洗った時はもっと汚れていました。近所のダイソーに行ってこのようなケースを買ってきました。スクエア収納ボックスです。では入れてみますね。ギリギリというか収まりきれないですね。開くと中に入りましたね。でコーンパッキンも入れて、持ち手のところの穴のところが気になりますんで、同じくダイソーで粘着布テープを買ってきました。これで蓋をしてしまいます。蓋をする理由は洗浄液が出てこないためにと保温効果を高めるためですね。穴を塞ぎました。では洗浄液を入れていきますが、今回使う洗浄剤はオキシウォッシュ酸素系漂白剤です。4リットルで 30g と書かれてますね。 30g 入りました。普通だったら容器にお湯を張って、でそこに酸素系漂白剤を入れて、でしっかり溶かしてから扉を入れるという手順じゃないですか。実はその一般的なやり方よりも先にもう扉を入れてしまって、でその後にパラ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 漂白剤をかけて最後にお湯を入れるやり方の方がよく効くんですよ。なので今回はそのやり方でやっていきますね。お湯をまず1リットル入れます。脇から相当入れていきますね。2リットル目入れていきます。3リットル目入れていきます。4リットル目入れていきます。5リットル目入れていきます。泡がブクブク出てますね。ラップします。ではこのまま30分ほど放置します。はい、ラップを取っていきます。泡の状態はこんな感じですね。汚れが落ちたのか取り上げて見てみますね。はい、どうでしょうか。綺麗になってますね。全然ゴシゴシしなくてもこんな感じでかなり綺麗になりました。ではシンクに持って行って水洗いしてきますので少しお待ちください。はい、こんな感じでもうピカピカになりましたよね。こういった穴がありますんで、扉の中に洗浄液が入り込んでしまいますので、中もしっかり進む必要があるんですよね。なので、こういった穴から水を入れて、そしてこうよく振って出すということを繰り返して中をすすいできました。パッキンを取り付けていきます。あとはグリルに扉を取り付けるだけですね。どうもありがとうございました。